こんにちは、タイヤマン平の鈴木です。今日はタイヤチェーンの、ご案内とスタッドレスタイヤの、軽貨物車、商業車、小型貨物、そのような、お仕事で使う車の、スタッドレスタイヤのことについて少しお話したいと思います。今日は2014年の1月28日火曜日です。今仕事終わって、夜になってますが、ちょっと帰りに動画を撮ってます。ここ八王子では、スタッドレスタイヤの装着が、昨年の2013年12月の中旬ですね。ここの、天気予報、降雪予報、雪の降る予報が出た時に一斉に、集中したように思われます。ほぼ、乗用車で、お使いになる、今シーズン、冬をタイヤを履かれる方はほぼそのタイミングに履かれた方は多かったと思います。また、私たちのところでも、せっかく、来ていただいたり、お声かけていただいたのにもかかわらずですね、作業がもう集中してしまいまして、全部やりきれなかった部分というのもあったと思います。ご迷惑かけた方には大変申し訳なく思っております。ごめんなさい。本当に申し訳ございませんでした。そして、年が明けまして、1月、少しずつまだ履いてない方も徐々に履いていきましてね、取り付けしまして、ほぼここで、大体、つける方はもうつけたなということを、装着したなというふうに思っております。ただ、これから来月、少し、八王子はまだ、本格的な雪は見ずにですね、降雪がなく今来てますので、今シーズンは、そのような状況ですので、2月になりますと、今日ちょっと私耳にした様子ですと、第1週から第2週にかけてですかね、少しまた寒くなる、関東もまた寒くなるというお話もありましたんで、もし降雪などありましたらですね、実際に本当に雪が積もった時に、チェーンを使いたいというふうに考えている方とか、降ってから、積雪があってから、本格的にまた、スタッドレスタイヤを履こうというふうに、お考えの方はですね、ぜひまたお声かけていただきたいと思います。今年は、去年もそうなんですけれども、少し多くしてあります。チェーン、タイヤチェーンですね。タイヤチェーンも、はしご型の、昔からよく一般に使われている、比較的手頃なお値段で、鎖だけでできているチェーン、ジス型、はしごチェーンというような呼び方をしてますけども、これを、特に軽貨物車、軽バン、軽貨物、軽ワゴン、そうですね、あとは軽乗用車にも対応しますが、そちらのサイズを、かなり、充実して、今在庫しています。それと、軽貨物車は、そうですね、サニー、ごめんなさい、もとい、プロボックスサクシードとかですね、 AD 版とか、タウンエース版、ライトエース版、このようなサイズですとか、あとはキャラバン、ハイエース、このあたりのサイズですね、そこの辺を、タイヤチェーン充実して今持ってますので、ぜひ、タイヤチェーン必要な時はですね、お問い合わせいただければ、供給できるというふうに思っております。数はある程度多く持ってるんですけども、もし、予想外にですね、集中した場合には、ちょっと、在庫切れということもあるかもしれませんが、今のところそんな状況です。スタッドレスタイヤの、軽貨物用というのは、145R126 プライというのが多いんですけども、こちらも、まだ、数多く用意してます。それと、純正の、ホイールとかですね、スチールホイールなども用意してますので、ぜひ、これからの、冬の季節の、積雪があった後の、ご要望ですね、ありましたら、ぜひお声をかけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。